まあ、そうそう、必要な物資と魔法材料が全部揃ったよ。おや、なんだいこの状況。マシュ、アメルだ。簡単に言うとね、帝国に指名手配されたの。まあ、それよりもこの近くのパン屋さんのアップルパイはすごく美味しいんだ。先生のお土産にちょっと買っていこう。そんな時間はない。早く来い、急ぐぞ。指揮官殿、戦場の地形に注意してください。地形は兵種にもよりますが、兵の移動と攻撃力や防御力に影響を及ぼします。例えば森の地形では騎兵は地形の影響を受けますが、歩行部隊は全く影響を受けません。また森の中にいる部隊は防御力が上がります。山地ではほとんどの部隊の移動速度が落ちますが、飛行部隊は大丈夫です。同様に山地にいると防御力が上がります。森と山地以外にも様々な地形があります。地形をうまく利用して戦いを有利に進めましょう。さすが英霊のお兄さん、博学なんですね。スコットがいてよかった。頼もしいな。みんな、この森を利用して戦いを進めよう。はい。仰せのままに。行くぞ。全部任せろ。それでも食らえ。何かお手伝いできることありますか？準備できました。仰せのままに。行くぞ。俺の出番だ。ここここ。よろしくお願いしますね。
できました。行くぞ、俺の出番だ。何かお手伝いできることありますか。はい、だが行くぞ。正確に。全部任せろ。全部任せろ。ここここできました。国王陛下、国境で魔物が頻繁に出没しているそうです。そのような時期に外遊など。国境線付近の小競り合い、魔物の出没、貿易と信仰の摩擦、早急に手を打ちませんと。下手をすれば戦の火が灯りましょうぞ。心配は無用だ将軍。主教、この難しい時期にこそ連邦との会談が必要なのだ。世は近いうちに連邦へ赴く。魔物の件は将軍に一任する。原因を調査せよ。は、陛下。では外遊については私めが早急に準備いたします。苦労をかけるな。もう下がってよいぞ。ボタニクス、君に任せた魔女の追跡はどうなっているのか。帝国騎士団は極潰しなのか。大司教、君は成人したばかりの村の若者ごときに随分と執着するな。何か隠していることがあるんじゃないのか。いらぬ詮索はよしたまえ、ボタニクス。それでは失礼する。嵐が来る、そんな予感がする。動けない。
しか。攻撃しか。まあ、非家族は亡霊魔導士たちにコントロールされてるみたいだね。この状況を見る限り、向こうから攻撃はされないと思うな。でも、近づきすぎると攻撃してくるかも。つまり、彼らを避けて直接亡霊魔導士たちを倒せばいいってことか？家族さんたち、かわいそう。早く助けてあげようよ。まあ、お姉さんがますます英雄っぽくなってきたね。みんな、四家族に近づくな。うまく隙をついて進み、亡霊魔導士を倒すぞ。準備できました。できました。魔導士を倒したぞ。四家族の意識は戻ったか。感謝しか。ちょっと今後戦わずに済むといいな。種族間の戦いは俺たちがちょっと何かしたからってすぐには変わらないさ。でもまあ今後はともかく、今回いいことをしたんだから、そんな顔してると運が逃げてくるよ。そうだよね。目の前のできることからやれば、きっといつか大きなことだって変えられるよね。
準備できました。仰せのままに。失礼。行くぞ。俺の出番だ。逃げんなよ。何かお手伝いできることありますか？気をつけろ。この水獣型の魔物は水の中だとすごく強い。戦うときはまず陸地におびき寄せないとな。わかった。準備できました。準備できました。仰せのままに。行くぞ。俺の出番だ。ここ。できました。ここがジェシカさんの家。先生、ジェシカ先生、ただいま戻りました。おい、急に耳元でそんな大声出すな。聖剣の記憶。アメルダ、大変だ。アメルダがまたこの前みたいに光り出した。どうしよう。やはりそうですか。光の末裔、聖剣の記憶が生み出した時空の裂け目が何者かを召喚しています。あなたはあの時のジェシカさん。そうです。やっと会えましたね、マッシュ。話は後です。まずは目の前のことを。気をつけてください。強大なものが召喚されます。カルサス平原、昔大陸上最強の騎士はこの平原を駆け抜けていました。
何？私、また記憶が…あなたは誰？私の名はレオン。レオン、レイガルド帝国青龍騎士団団長、伝説に謳われる大陸最強の騎士レオン。それは他者の過大評価に過ぎる。しかし私はあなたを知っている。あなたはジェシカさん。レオン、教えてください。あなたは時空の裂け目から出てきました。あなたは一体敵ですか、味方ですか？若き勇士たちよ、武器を構えろ。帝国青龍騎士団団長レオン、聖剣ラングリッサーの召喚を受けてこの世界に参った。宿命の勇士たち、これより伝説の試練を執り行う。全力で来るがよい。私は手加減せんぞ。私、あなたが本当に聖剣に召喚されたというのなら、この試練を受けます。おいおい、生きた伝説と戦えるなんて光栄だぜ。俺たちは負けるわけにはいかないんだ。準備できました。俺の出番だ。ここここ。戦闘中で不謹慎だとは思うが、言いたいことがある。宝箱の匂いがするぜ。宝箱なんてどこにあるんだ。戦いに集中しろよ。まったく。待て、本当にどこからか宝箱の匂いがするんだ。すぐそこなんだ。ここには木しかないよ、グニル。お腹が空いて頭が回ってないのか。出た出たよ。フィールドにある他の木とは違う、唯一実がなってる木。これってお約束の隠し宝箱だよ。やっぱりみんな考えることは同じだね。隠し宝箱。いいんだよ、マシーは知らなくても。あそこら辺に行けばいいものがもらえるってこと。っていうか、こんなに激しい戦いの最中に宝箱を取りに行って大丈夫かな。今後の戦いの中でも同じようなことが起きるかもね。みんな注意しようね。準備できました。だが行くぞ。そこだ。俺の出番だ。何かお手伝いできることありますか。よろしくお願いしますね。
できました。仰せのままに。行くぞ。俺の出番だ。何かお手伝いできることありますか。行くよ。背のままに行くぞ。ここここ行くよ。行くぞ。俺の出番だ。無駄な抵抗はするな。その勇気は称賛に値する。この世界にはまだまだ希望がある。君たちの力は政権に認められた。レオン、あなたは本当にあの大陸最強と言われた騎士なのか。いや、そんな大それたものではない。最強の伝説は後世の人々が超えるためにあるのだ。少年たちよ、私の伝説はすでに終わっている。だが君たちの伝説はこれから始まるの。その言葉一生忘れないぜ。私は聖剣を復活させるために聖剣の記憶のかけらになる。君たちとはいつでも一緒だ。さて、召喚の力が消える。縁があればまた会おう。レオン、レオン消えた。だが、レオンを召喚した時空の裂け目はまだ消えていないぞ。そういえば、この時空の裂け目、あれは本当に私が作り出したのですか？そうです。それが光の女神がアメルダに与えた使命です。レオンが召喚されたように時空の裂け目の中にはもっと多くの聖剣の記憶があります。時空の裂け目の英霊が与える試練を乗り越え、大陸の聖剣の記憶を集め、聖剣を再び蘇らせるのです。それがあなたたちの使命なのです。私、嫌だという気持ちがあるし、疑問もたくさんあるわ。俺は行く場所がない。しかも帝国に狙われてる。俺はこの二人の世話をしなきゃな。さあ、時空の裂け目はあなたたちの進む先にあります。
と聖剣があなたたちに様々な伝説を見せてくれるでしょう。前に進みますか？ああ、行こう。